はい、どうも、トワイスです。今回もアンチャーテッド続きやっていきましょう。前回ここで終わりましたね。AK はまあ拾わなくていいかな。とりあえずイベント見ていきましょう。スペインのものじゃない。イギリスのだ。おお。フレッチャー、私たちは偉大なる塔へ行く。おい、ここまで来たのか。うっ、なんだと。いいね、ショットガンの正しい使い方をしている。はい、さあ、いきなりの奇襲だな。もう困ったもんです。フレッフレッチャーという人に伝言を残して、フランシス・ドレイクは行ってしまったんでしょうか。さて、まぶしい。これはちょっと景色を拝みたい。はあ、いいね。緑でしょ、青でしょ、で白というかいいね、綺麗ですね。こういうのを見ちゃうと、見ちゃうっていうか、こういうのを見れると、やっぱりHDMI キャプチャーボード買ってよかったって、個人的に思いますね。うわっ、くそ、観光の邪魔をするんじゃないよ。痛い、ちょっと待って、蜂の巣俺。やべえ、ちょっと、隠れるとこ違う。グラインドショット。なんだと、そんなことはねえよ。よし、出れるか。うわー、もうあれか、もうちょっと前に出なきゃダメか、こりゃ。この辺近い。えい、この距離でヘッドショットを取れないクソ M 野郎に撃たれる気分はどうだ。イエーイ。もういないか。いないと言え、いないと言ってくれ。回ってきたのかな、みたいですね。またちょっと別の方向から出てきたみたいです。特に宝はなし。見えない壁、ここはちょっと登れる、ここも登れる、でも見えない壁。さあ、この辺とか、何も落ちてない。こっち怪しいね。木で塞がれてますからね。ここはあるだろう。ない。そう、うまくいくもんじゃないですね。こっちは、こっちも特にない。オッケー、進みましょう。どっちも満タン、素晴らしい。グレネードだけだね、あと拾えるのは。ここは、おわ、せっかく登ったのに降りろと、もったいない。だがちょっと意味深な感じがしなくもないんですが、登れたりしないか。ここ登れるってことはこっちだ。もしかしてこれが正規ルートかな。落ちたら死亡とか。ああ、ぽいですね。この辺はなんかあったりしないかな。なんかあったりしないかな。進めるだけ進む。ある。黄金のラマ。ラマっていまいちよくわからないんですけど。これがラマなのか。なんかモフモフしてないカピバラみたいな、そんな感じ。カピバラ、うん。いい、やべやべ。よし、オッケー。じゃあ進みましょう。横でいいのか。ああ、大丈夫ですね。ジャンプ、ジャンプで、こっちか。
おお、危ねえ、ギリギリですね。まあ多分落ちたら戻ってこれないから死亡という話になると思うんですが、あれ？いや、特に何もないか。オッケー。エレナどこ行った？本当にエレナこのアスレチックを抜けていったっていう話ですよね、つまり。ほい、いいね。で、横か、こう、うー、そういう飛び方ヒヤッとするからやめてくれ。上かな。ん？上来たところで特に何もない。戻る？特に行けないしな。あ、降りるのかな。違う。どう進めと言うんだ。背中が、あ、この先か、あそこかな。ほっ、危ねえ。後ろ、あ、でも後ろ飛べないぞ。あ、待てよ。ここの、こっちに、あるね。こっちか。わかりづら。よし。で、背中側か。ここ。で、こっち行って、上。飛ぶねえ、ネイトさん飛ぶねえ。で、こっちか、今度は。なんだこれ、降りるだけじゃないな、こっちだな。ほっ。よいしょ、うおー、よいしょ。こっち。うわ、飛ぶねえ、ネイトさん。うおー、危ねえ。よし、オッケー。うひ、また、屋内戦かな。マイクロ OK？ <笑>大丈夫。TPS ならではのカメラワークで先の状況を把握していく。いない。お。フランシス教皇だ。何を見てたんだ一体。ほう、これは見たことのある景色だな。はあ、船は港を出ていなかった。エレナ、おい、女がいたぞ。ああ、休む暇も与えてくれねえ。マジか。私はあなたみたいな大物冒険家じゃないけど、そこにいて宝物は見つかるのかしら。どうしてこんなところに入ってるの。お前を助けようとして捕まったんだ。あら、優しいのね。伝統的な砂岩のレンガと漆喰、石灰モルタルね。おい、そんなことよくわかるな。私の番組第4回新世界の建造物。うん、この辺を引っ張ればいけるかもしれないわ。何？おい、ちょっと待ってて。何の邪魔すんじゃねえ。この扉を今すぐ開けるってんだ。ああ、この声。よー、ネイト。エディラじゃ。そうか、お前か。しびれる地図じゃねえか。え、このフランシス教ってやつ、俺のご先祖様なんだぜ、多分な。バカも休み休み言え。仲良くしようじゃねえか。こうしようぜ、金の在りかを教えてくれたらお前を生かしといてやる。なんだそれ。選択肢は今死ぬか協力して後で死ぬかだ。迷うとこだが、それだったら今死ぬ方を選ぶ。ふざけるな、このインチキハンターが。
奴らは俺様にお宝の分け前を約束したんだ。なのに仲間が殺されてる。今じゃ見張りなしじゃ自由に外も歩きやしねえ。このままじゃ示しがつかねえんだよ。へえ。よく考えてみろ。いい提案じゃないか。二人で財宝を見つけて最後まで生き残った方がお宝をいただく。ついでにあの女もだ。女？ああエディ、あの女はいない。今頃は島を出て助けを呼んでる。お前も焼きが回ったな。てめえポーカーフェイスは苦手だろ。そんなもんすぐに見つけ出してやる。あんな小娘に何ができるってんだ。何してんの、早く。マリ、待て待てよ、やろう。やるな。どうも。おい誰だ、逃げたぞ。捕まって。おい、奴らを逃がすじゃねえ。そうそう、舐めてると痛い目を見るのは私だけではないんですね。チャプター7、逃走というわけで、逃げよう逃げよう。おい、まあこの辺はあれですね、ひたすら撃ちまくる。でも撃ちまくってるとだんだん狙いがぶれてくるから、感覚的に撃つっていう感じですかね。あとはドライバーをやればいいんだよ。ドライバーをやりゃグレネード機銃撃ち放題、最高ですね。おお動くね、ほらよ。狙い撃つか、グレネード、イエーイ。よし、来るね、この辺。イエーイ。いやー、グレネードがありゃ楽ですな。ほらよ、お、そうだね。はい、近いやつから。いないかな、そろそろ来るか。だよね。ほらよ。よーし。おお、危ねえ。で、後ろか。来るねえ。はあ。まとめて OK。お、今度はどっからだ？お、よーい。左よ。行くぜ。おっ、イエーイ、グレネード無双だ。ほらよ、まだ来るか。来るか、来てるな。おっ、うん、ちょっと後ろだったか。イエーイ、命中。さあ、よし、この来た道を戻る感じよ。危ねえ。いやうわー、しっかりグレネード当てていかないとダメか、こりゃ。せーの、ここ、よし、オッケー。あんまり機銃ばっかりに頼ってもダメか。よし、行くぞ。ほらよ、オッケー、次、オッケー。はい、やべえ、ちょっと HP が食らいすぎですな。うー、ちょっと撃ちまくろう。グレネードは撃ちまくっていこう。後ろから来るしな。ほいほい、 OK。 まだ来るか、しつこいね。オッケー、オッケー、こんな感じ。よく追いついてくんなあいつら。はい、だが狭けり当てやすいぞ。はい、イエーイ。
よく追いついてくんな、本当に。マジで。イエーイ。やったわね。やるね。マジで当たったぜ。で、今度は？で、さっきの誰？昔のビジネス仲間。やべえ。大変。よし、大丈夫か？ええ、もちろん。ちょっと待って、血が出てる。大したことないよ。とっととここを出よう。くそ。ダメ。動け。どこかへお出かけか？いや、エディ。てめえ、まさかマジで俺から逃げられると思ってんのか？ああ、まさか。ただレディに島を案内してあげようかと。うせえ。てめえも奴らの一味だろ。何？そうだ、この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろ。ああ、もういや、何なのよあの男。エディ、少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ、逃げ道もねえ。さあ、地図を渡せ。捕まってろ。わかったよ、負けた、認めるよ。おい、そこを動くなよ。落ち着けってエディ、言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。捕まってるわ。早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。ねえ、体幹も。行け、早く。チャプター8、失われた都市、ロストワールドってやつですか。さあ、撃たれてるな。危ない危ない。ああ、またかよ、こいつら。もうしつこいわね。さあ、どっちから来るんだ。前からも来てる、るね。こりゃやばいな。やべ、引こうか。ブラインドショットのつもりか。負けないよ、ブラインドショットなら。出てるけどね、俺は。はい、よし、オッケー、ノーコン、イエーイ。エレナさん、突っ込みすぎだって。オッケー、兵器よ。おっと、弾があった。グレネードがあった。エレナさんが撃ってる音か。まだいるのかな。あ、いるね。えい、危ないぞ。あ、オッケー。あ、ダメか。見つけたぞ。ん、今度はそっち。よし、怖い。おわ、いいね、ショットガンの正しい使い方だよ。ちょっと危ねえな、こりゃ。いい、さすがのエレナさんも下がったか。援護頼むよ。よし、行くか。イエーイ、一発。動くね。危ねえよエレナさん、前出ちゃ。はい、よし、あと一発。出てるね。お、グレネード。あ、今長物ないのか。なんだよ、せっかくショットガンをさ、あるけど7発、いいね。まあ、とりあえず弾薬の補充はある程度できたということで、行きましょうか。ここね。マジでやばいことになってきた。本当ね、橋の上で日焼けでもすればよかった。バケーションのつもりか。ね、ちょっと来て、これ見てみてよ。それまだ使えたのか。まあね、これ見て。いい？この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。
エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のは何だ。何、巻き戻し。どれ。そこだ、止めろ。何、ここ。これだ、島から脱出できる。行くぞ。脱出って、まさか諦めるの。奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか。さあ行こう。ここまで来て諦めんのね。情けない。私は残るわ。わかってるのか、シャレになってないんだ。さあ行くぞ、ここはヤバいんだ。それでいいの。エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ。何言ってんだ、死んだらどうしようもないだろ。死ぬって、わかったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。大丈夫だって、二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。待て。今回は俺が運転する。了解。まあちょっとお気楽すぎな気もしますがね。お宝あるかな、お宝。エルドラドの財宝を諦めるかどうかはまあ別として、ちょっとお宝の回収はちゃんとやっていきますよ。この辺とかありそうだけど、ないか。さあ、ここからこのなんて言うんだっけ、ジェットスキー、あー危ねえ。オッケー、バツまたは R2 アクセル。四角でバックかな。で、エレナさんが撃つと。これ、グレネードランチャーじゃないですか。さすがエレナさん。なぜこの村が歴史に残されていないの？ねえ。やべ。あの辺。すごい。なんて言うんだろう。制圧射撃って言うんでしたっけ、これ。イエーイ。倒してる、倒してる。さすがエレナさん。敵さんのご登場みたいだぜ。樽を撃て。ちょっとこれを、この操作慣れないな。難しい。よし。樽と敵を撃ちながら、まあ死なないようにこの運河を渡っていくという感じですか、ね。ここで何があったの？町全体が洪水で沈んだんだ。大体の照準でいいから助かるね。で、樽もちゃんと解除。援護してくれよ。どこだ。あそこか。見え見えだぜ。ゆっくり進んでいきましょう。あそこ。イエーイ。次。あそこか。撃ってこないの。索敵さえしっかりしてればなんとかなりそうですね。おっ。一応撃ち込んどく。おっ。オッケー。素早くね。どこだ。うぅ。おっ。よし。この先。ほっ。次。あの辺撃ち込んどく。いないか。見つけたと言われたけれども。いた。イエーイ。こっちの方が先だったね。いないか。で、ここは一気にジャンプね。捕まってろ。よいしょ。まあ地味だけど、こんなんでいいんだよ。そう、ここよ。あとは入り口を見つければいい。ねえ、呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな。まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ。ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。
まあな。他に説明がつく？いた。ありがとう。よし、これでとりあえずジェットスキーは終わりですか。ケーブルを伝っていけそうね。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り番をするわ。あなたは塔に登れるかどうか見てきてよ。そうだね、頼むよエレナさん。いどっからだ。向こうからか。結構な連射力で。だが敵前リロードはあまりよろしくないね。ちゃんとカバー取らないとね。よせ。俺みたいになるよ。いない。さあどうしよっかな。じゃあ今回はここまでとさせていただきましょう。次回はここを突破していきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。